事業仕分けなど財政健全化を図りましたが、虎の狸の皮残用、デフレ不況脱出をトライしましたが、期待外れの張り子の虎になりました。任しなさい。円高デフレ雇用問題、私の自慢の足でホップステップジャンプダッドのごとく不況を抜け出し、来年こそはウサギの上り坂にしてみせます。社長も持っていると思うのか。はいはいはい、オッケー、オッケー、オッケー、あー、バッチリ、よかった。